が始まった時の頃のものもある。多少はあるんですけど、はい、やっぱりすごい売れちゃうので、ちょっと。そうですね、みんなも欲しがって買っちゃいますもんね。普通にやっぱりその、はい、なんだろう、海外の人が結構来てた時は、本当にたまにこうやって並んでるの、こんなもんって言われるぐらい。全然やっぱりその日本とかで海外の人の方が反応早かったので。そうですね。はい。やっぱりなんか、もうニゴ様レジェンドみたいで。いや、僕の中でもレジェンドなんですけど。これは、これってなんか、あの、本当にすごい初期の頃の、はい、タブも全然古いのがついてるやつなんですけど、こういった感じ。はい。すごいっす。結構こういうミリタリーとかをアレンジしたものを出すみたいなとこからやっぱ最初は始まってるのが多いので、はい、特にジャケット系とか、はい、迷彩もすごいあのパターンが多くて、それぞれちょっと古着的にはちょっと相場とかも違ったりはするんですけど、はい、もう初期のものは本当に出ないですね。やっぱここもいっぱい出てますけど、はい、本当にもうその当時出てたものってこと、ね、あ、そうですね、本当に90年代のやつですね。結構、まあ、2000年初期ぐらいまでのものって結構今市場的にすごく価値があるんですけど、はい、その中でもやっぱ特に初期のものは結構出にくいですね。はい。はい、今回は、原宿のペンギントリッパーさんに来させていただきました。僕の大好きなブランドの、エイプだったり、あとステューシーだったり、本当に僕の生まれる前にできた服たちとか見られて本当に幸せでした。楽しかったです。また来ます。ありがとうございました。